はい、こんにちは、ジャムです。今回は、幸運の上様、やっていこうと思います。ということで、行ってみましょう。行け。種、石炭、バナナの皮か。ちょっと石炭と種で迷うが、今回は種で行きましょう。カラス、鉱石、パール。鉱石取りますかね。ちょっと悩ましい。光る小石取りましょう。ケルナイトとかが欲しいかな、この感じになるなら。カラス、猫、キャンディ。ちょっと猫を増やしますか。2匹ぐらいならいてもいいかなという感じですね。ミルク取った時にシェアしてくれればなおよしと。雨取りますか。お、フライパンは取っておこう。これがあれば、卵でね、オムレツ作れるようになりますからね。これは蜂にして、花と、雨と蜂と、この辺でやっていこうかという感じですね。で、電球で光る小石や、パールを光らせていく。この3つだと巨大な鉱石一応取るか。ただ破壊する手段がまだないという状態ではあるんだけどね。お、卵は取る。ほい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 。これだったらオムレツ作っていきたいかな。ひよこか。一応ひよこ取りましょう。で、鉱石割るためにツルハシ取るか。さてさて、猫チェリーギャンブラー。いや、微妙。これはちょっと取らんでもいいか。ギャンブラーなら取ってもいいか。適度なタイミングで破壊できればという感じだけどね。猿プレゼント、金魚か。猿はピン刺しして、バナナとココナッツは壊せるようにしておきましょうか。大富豪か。大富豪一応取るか。あ、ちょっと待って、卵ひよこになっちゃった。フライパン使いたいのに。一応賞金稼ぎ取りましょう。ここからね、鶏に育って卵を産んでくれるのに期待しましょうかね。その前に力尽きる可能性が結構高いんだけどな。フグ一応取るか。ギロチンが欲しいね。100支払って、6スピン後に150ですね。狼、ハート、虚空のクリーチャー。これだったら虚空のクリーチャーかな。うわ、ドワーフのタルト、ドワーフの作業台だ。でも作業台ないとね、ドワーフいっぱいいてもしょうがないんだよな、正直。これちょっと悩む。どっちも取れるんだったらどっちも取りたいんだけど、作業台の方優先かな。でもレアリティは低いんだけど、こっちがないとどうにもならんからね。作業台さえあればドワーフが鉱石を割れるんだけどね。フーリガンどうするかな。今回壺取れてないから、ちょっとやめておくか。むしろドワーフが欲しい。でもどうしようかな。金庫取っとくか。はい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 。花が、蜂と雨に触れ合う。オッケー、ドワーフ来た。これなら作業台取った甲斐がありましたね。で、中身は光る小石と、ツルハシも活躍する。退屈カプセルちょっと取ってもいいかな。お、盤面に出てこない。ビールはドワーフ飲ませましょう。はい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 。一応タイムカプセル取りますか。金庫の鍵取ってもよかったか。で、150払って、7スピン後に225ですね。食洗機か。でもこの3つなら食洗機かな。で、銅の矢を取る。で、トランプはやらなそうだからフラッシュ取ってもいいですね。フラッシュはトランプのスーツを、除去してしまう代わりにコインを配布するよという形なので、トランプやらない時にしか拾えないと。で、金庫が開いた。鉱石割った中身はパールと。猿取ったはずだからバナナは取ってもいいでしょう。はい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 。バフカプセル取りますか。鶏2匹になったから、この2羽の鶏が卵を産みながらフライパンでオムレツを量産するという流れができれば嬉しいんだが、ここはスペードを取りましょう。フラッシュで除去してコインに変える。金策になりますね。ここもいらないんでクラブ取って、フラッシュでコインに変えましょう。さらにドワーフがビールを飲む。銅の矢も当たってくれればなおよしだったが当たらないっすね。泥棒ー。泥棒取りましょうか。ちょっと今光る小石もありかなと思ったんですが、泥棒でいいですね。オッケー、225払いましょう。7スピン後に300ですね。ここは忍者かバフカプセルか、ちょっと迷う。ちょっと迷うな。バフカプセル取りますか。
で、ダンボールで除去アイテムを集めましょう。ほい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 、賞金稼ぎ増やすことはないかな。まあスキップしましょう。適度なタイミングで泥棒と接してくれたらいいかなと。お、バフカプセル割といいところではぜたね。ダイヤを取って、コインに変えましょう。まあでもあれか、大富豪が0コインだからそこまでいい位置とも言い難かったのかな今のは。一応金庫を取って、鍵が今はないけど、まあ割れる準備しておきますか。再挑戦カプセルは取っといてもいい。ほい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 。お、泥棒おかわり。はい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 、電球壊れましたね。鉱山取りましょうか。鉱山から出てきた鉱石を、ドワフに割らせたいなと。終わった。また300でやられたわ。泥棒をちょっと倒せないとまずかったかな。そうね、28まで育ってるから、まあこの泥棒20前後で、賞金稼ぎに倒してもらってたらまた違ったかなというところですかね。なんかちょっと連続で300でつまずいてんな。やっぱね、ちょっと序盤の金策難しいね。そこさえ軌道に乗ってしまえばみたいなところもあるんだけど。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。